さあこのボールに反応しているのは辻正夫、キーパーもかわしました。そして右足のシュートはネットを揺らしました。3点目、0対3 YSCC 横浜、3点目です。辻正夫個人としては今日2点目になります。この競ったボールに一番早く反応していたのは辻正夫、キーパーもかわして右足で冷静に流し込んでいきました。これでリードは3点になります。うまく流し込んでいきました。そして今喜んだ辻正夫の目の前には YSC